歯どこにあんの？あれか。ボルンちゃんだ。どうすんの？こうか。行けた行けた行けたわ。なんか普通に自動に登るんだ。あ、この床がね。なるほど、そういうことか。このデバイスで保安システムをハッキングできるか。簡単にはいかない。ん？あ、こっちか。こんにちは。アクセス拒否、正しいコードを入力願います。お急ぎなのかい？ばあさん、ばあさん、あたしを覚えてるんだね。いい子だ。バビロフはどうだった？あのヤブ、いいだろう。命からがら逃げ出したけどな。今度はこのボランと立ち往生だ。あ、小屋に来な。ボランを破壊するのに、あそこに行くの？役立つ設計図をあげるよ。使えるコードなんかもね。小屋だって。バーバヤーガは鳥足付きの小屋に住むものさ。あんたは勝てるな。バーバー、やっぱ生きてたか、お前。さすがだぜ、ババア。ここね。お待たせー。なんだ？やばい、なんか強そうな。離せこの野郎。ババア助けて。ババア、ババア、嘘、ボス戦まさかの。うん、え？型破りすぎだろババア。あのクソ鬼、殺されるとこだった。かっこよすぎる。すげえ。登ってこいってこと？待たせちまったかね。悪いね。いいや。助かるよ。それで、でかい銃が必要になりそうなんだが。上がって、茶でも飲みな。ありがとう、ババア。お邪魔します。わあ、おしゃれな。おしゃれな模様だね、これね、木目でね。お、ムービー入った。ムービーってあんまないから新鮮だよね、このゲーム。飲み物はご自由に。なに、なんかいる。いいテレビだ。番組は。かわいいロボット。見ていいよ。あんた一体。サーチの札よ。よく見ておきな。何や。同時モロトフ不具合はすでに修正されています。正常に戻りました。心配はいりません。アメリカがこの件を聞きつけたらどうなるのか分かっているのかね。うん。国際的スキャンダルだぞ。何や？それは分かって危ういのだぞ。我々のアトミックハート計画が。アトミックハート計画なんだね。私の計画です。あの忌まわしい戦争が起きる前から私が始め、そして私が進め、あなたに反対された計画だ、うん、あの戦争でソビエト市民が一体何百万人犠牲になったと。私は二度とあのような戦争は起こさせないと誓う。君が機械よりも人命を重視しているようで安心だ。同時サーチノフ。かわいい。めっちゃかわいいじゃん。処置に喘ぐ事実は変わらない。同志モロトフ、人命こそ最優先すべきです。資本主義による搾取の時代はもう終わる。西側の労働者階級は地雷予想がつけた首輪を外す。私は自分の使命を十分に理解しています、うん、ソビエトの総ポリマー化、コレクティブの導入、そしてアトミックハート計画。使命とは何のことだ、同志サチノフ。
君のロボットが戦闘モードに切り替え可能だとアメリカ側に伝わってしまったら君の計画は水の泡なのだぞ。彼らには伝わりはしません。繰り返しますが、不具合はすでに解消したのです。どうし幸の科学アカデミーの名誉会員である君が言うのであれば納得する政治局の役員はいるだろう。だが私は納得いかん。それはどういうことでしょう。懐いちゃってんじゃん。かわいいな、あの鳥みたいな足の小屋。政治局から間もなく決議が降りる。本日君の施設へ行くことになる。よろしいかな、同志サチノフ。ええ、同志モロトフ。もしそれが局の要請であれば。こりゃ驚いたな、ばあさん。一体どこからこの映像を。耳が聞いてね。余計なことは気にしなさんな。あんたに他に。ばあさん黒幕？まさかの。ワンチャンあるよね、ばあさん黒幕。わあ。お土産がその角にある。ボランのコードで何をするかは知ってるだろう。設計図もやるから。設計図だこれ。私の修理機に渡すんだ。ありがとう、ドミネーター。あんたの彼女みたいに噛みつきやしないさ。あれが俺の彼女だと、ね、まあばあさんには随分世話になったな。うわ、いっぱい。ありがとうばあさん。あ、いる。かわいい、かわいい。逃げてる。え、めっちゃかわいいじゃん。ほらほら、触らせろ。よし、じゃあばあさんと話すか。あんた、ただものじゃないな。ただものじゃないよね。そりゃそう。空飛ぶ小屋に量子コンピューター。あんたみたいなばあさんは初めてだ。忘れっぽいね。初めてだよ。会ったことないでしょ。物覚えが悪くなったが、あんたは一度会ったら忘れない。些細なことだよ。大事な用事があるんだろ。違うかい。まあそうだな。ルイ DNH に行きたい。この辺に駅はあるか。村を通って VDNH 道を進めばすぐさ。頭上に目を光らせておきな。何でもお見通しだな、ばあさん。何でもお見通しだな、ばあさん。そうとも、私がついてるんだから。かわいい。得意げになっちゃって。俺を構う。真の男か玉なしか確かめたいのさ。厳しいな。そうじゃなきゃ認めることはできないよ。やばいな、ばあさんに認められたいな。よく生き延びたな。確かに、あんなロボットの軍団にさ囲まれてさ。どういうことだ。たかだかロケラン一発でしょ。よく生きれてるね。実はこいつが黒幕とか。生き延びるために訓練されてるからね。生き延びるために訓練。なんか軍人さんとかなのかな、元。どうやって追跡を。私は誰でも追跡できる技術を使ってね。おっと、こうしようじゃないか。お互い訳あり同士だ。事情は聞かないでおこう。そっか、だってさっきのさ、ムービー、ムービーの中のムービーもさ、あれ入手困難っていうか、普通の人は入手できないやつでしょ。どこが変だ。あの変なペット、ちょっとお茶を入れてくるよ。あれね、ただの古い鶏だってのに。鶏、なんだって。嘘だよ。なんだって。ここは3826番施設、まさにエメラルドシティ。あんたロボチキの見たことは。3826番施設。いやない。施設に番号振られてんのかな。エメラルドシティ。鶏、殺人鶏なら見たことあるんですけど。もう行かないと。ああ行ってきなって。おっと、忘れてた。箱に入った金色の指輪を見なかったかい。3826番施設でさ。あ、3826、ここだよね、エメラルドシティ。忙しかったんでね。金色の指輪見てないな。ならいい、VDNH を楽しんでおいで。さっき探索したとこに金色の指輪が
あってってこと？このばあさんに渡すと分岐するみたいな。なんでそれ知ってる？風の噂さ、あのドイツ野郎に伝えてくれ、うん、他人の女を追っかけ回すからこんなことになるってね。それはあるな。何の話だかわからない。ね、何の話だかわからないけど、他人の女を追っかけちゃダメよ。車を使う。さあ、じゃあちょっともうここには用はないので、ばあさんじゃあまたね。空いてるし。すげえ。ジーナは結局、何者なんだ。それは難しい質問だ。おっと、私は彼女には会ったことがない。意外だな。ここ重いのかな。あのばあさんがいるとき、いつも黙ってるから隠れてるのかと。サーチノフがモロトフに話していたアトミックハート計画って。アトミックハート計画、それについてはデータがない。サチノフ博士に尋ねるべきだ。まあ、はいはい、必要あれば教えてくれるか。駅を探そう。そうだね。あの駅は探したいんだけど、金色の指輪の方が私気になってしまって、ちょっと探してみようかなって感じかな。どこ行った？お前、お前どう行った？マジで。ジン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 、お前。うざい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 。しえしえ、ばあちゃん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 。やばいって、お前うざすぎ。おらおら。あ、嘘でしょ。パーツすら。やばい、また来たよ。じゃあもうもうやだ、金色の指輪やだ。金色の指輪、いや、いや、どこどこどこ、待って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 、違う四角、こう。まあまあ、ちょっと待って、行くか、金色の指輪行くか。せっかくならね、情報を得たので。はい、失礼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 。もう行っちゃうよ、私は。ないのかな。それかもうちょっと先で指輪が見つかるのかな。何何、今の音怖いんだが。結構ね、隅々まで調べたんだよね。うぜ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 。ないってことは、ないってことは、もっと先にね、あるってことだよね。わかんないけどね。それを信じて、私ちょっと先進むわ。よしよし、乗れ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 。オッケー。やばいよ、お前ら。どこにいるかわかんねえけどよ。よし。これで、これだ。こんにちは。侵入成功だ。全部見渡せる。目当てのカメラを探そう。アクティブカメラ。わあ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 。ちょっと待って。これ何を探せばいいんだ？あれ？ちょっと待って、ね。優先事項が VDNH への到着であることを覚えているか。はい、ゲートを開かない限り先には進めない、はい、そうやかせ、すっかり忘れてた。そっかそっか。え、これはもういらないの？村のゲート開く。じゃあこれ最初からピキピキするのやめてほしいな。カメラだ。映像は捉えたか？今やっている。あ、なるほど。カメラにこうやってハッキングできるんだ。あー、どこだ？ここか？門。あ、おお、ジジイ、ヤッホー、ジジイ。ここじゃない？よし、R1。 なるほど、これでゲート開いたじゃん。これでいいんじゃないですか。レスナーヤ駅行く。
ナイス。順調順調。わあ、まあ。え、びっくりした。またまたこいつにびっくりした。なんか前回もな、こいつにびっくりした気がする。あそこ、うん、曲を突破し、てんてん、スレイ、やった、いけたいけた。ちょっと待って、ちょっと、敵が警戒している。やばい、警戒レベルが2になってる。やばい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 、ちょ待てよジジイ、お前のお前のパーツが取りたかっただけなんだよ。やばい、死ぬ。ガガガガ、死ぬ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 。ちょ待って、まあ、容赦なさすぎだろ。待って待って、大きいやつですか、大きいやつ、にこんなやつ。あ、あ、いった。あいつ一生追ってくんのかな。だとしたらうどすぎん。ちょっと待って、ちょっと待って、茂みで見にくいぞ。あ、こっから入れんじゃない？あ、入れねえわ。ダメだ。なんか安全な場所行きたい。安全な場所に行きたい。大丈夫か？よし、いいぞ。え？何今の？なんだ？ほわんちって。怖すんぎ。またジジイがさ、隠れてたりしない？死んでる。特になんかあるわけでもないよね、この家の中には。本当になんもないな。本当に本当になんもなかったな。あの音がさ、右から聞こえて、目の前だった。あいつにはあいつにはね、見つかんないようにしたいな。あ、でもあれならワンちゃん、あれならワンちゃんいけるよ。ほら、ほらほらほら、ナイス。ごめんな。どうだからさ、この爆発音で来るとかないよね。うん、あ、なんか梅とかスモモかなんかつけてるね。あ、でもなんかあるわけでもなく。なんだこの家。行くか、裏から行こうか。裏からね。なんで壊れてんの。あ、これもしかして戦争してる、ロボット同士で。え、豚豚豚豚豚豚だ豚だ。ちょっと待って、ちょっと待って、豚だよ。豚は観察したいんだけど、もういいや。もういつ、うれ、どうだおい、豚観察しよう。あら、これ出せないのかな、かわいそうに。餓死しちゃうよ、こんなとこずっといたら。嘘、私こいつほんと嫌いなんだけど、ほんとやだ。うざいな、うざいんだよお前、うざすぎ。どこ行ったんだよ。うざいんだよ。いい加減倒れろや。どこ行ったんだよ。しかもなんか発射と同時にね、後ろに行っちゃうのかな。いた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 。まったくも手間取らせやがって。しかもなんかこいつね、あ、できたできた。どいてどいてお前。おい、どけ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 、お前どけ、邪魔だボケ。お前もどけよ
もうめちゃくちゃ金の指輪は未だにないね。難しいもんだね。ああ落ちる。危ない危ない。あへん危ない。ごめんごめん。螺旋階段嫌い。特にこれ何か、あれ、あ、そっかそっか、下から来たな。これいけんじゃない？いけないか。いけない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 です。はい、すいません、すいませんね。去りますので、もう去りますので構わないでください。後ろから聞こえんだよ。でも家の中には入ってこれないみたいね。ほら、何それ、なんかウルトラマンの、ウルトラマンなんか角みたいなの来た。